はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の日晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験談と、そしてその時々でニュースになる病気に関するお話と、そして皆さんが知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、ですね、今の右目がね、白内障のためですね、字幕スーパーはやめます。字幕ね、下の字幕はねやめますね。ね、文字をね、この打つ編集をねしている時にですね、すごく目が疲れますのでね、それをしているとですね、その編集の後のね生活がね、すごく何も目が見えなくなってね、もう何も手つかずになってしまうんですよ。だからね、ちょっとお休みします。まあ、その代わりですね、文字起こしというのをですね、コメント欄にね、固定して記載しますのでね、ぜひねご覧ください。でも昨日のね、前回のね動画のコメント欄にね、一発でパンって載せようと思ったんですけどもね、昨日のコメントはね、一回でねパンって載せようと思ったんですけどもね、ちょっと長すぎてしまいましてね、コメント欄にも一応上限があるみたいでね、何個やったかな、4つぐらいにね分かれてしまったので、皆さんの見ていただくの大変やったかなと思うんですけどもね、でもまあちょっとその辺はねご了承ください。はい、ですね、おかげさまでね、ワクチン接種のね2回目が終わって、副反応がね出やすいと言われている、安静のね10日間というね、そのワクチンを接種した後のね1週間から10日間というのをですね、僕はね無事に過ごすことができました。まあ、なのでね、今日からね普通にね、もう何も気にしないでね生活をしていきますのでね、もう少しね不安を取り除くことができましてね、すごく嬉しいんですよ。まあ、と言ってもですね、もう何もこう気にしないとはまあ言い過ぎですけどもね、まあ、ちゃんとね感染対策というのはねしっかりねしていきます。それにですね、今月の30日にですよ、だから今日は28日やから、あと2日後ですよね、2日後にですよ、9月30日で、その緊急事態宣言はね、まあ、一応ですけどもね解除ということになりますのでね、まあ、これまでよりもねすごくもう多くの人たちがですよ、もう活動的に、ね、なってくるとね、まあ、予想されますのでね、まあ、これを見てくれてる人のね多くの人たちもですね、これからもね感染対策というのはですね、続けてくださいね。しかしね、皆さんもね活動的になってくるとはいえですね、急にねこれまでの生活ね、1年前2年前のその春からね、コロナやってきたじゃないですか。そのね、そのやってくる前のね活動的だったね、元気だった生活にね戻そうと思ってもですよ、その2年前の春に始まったコロナの生活がから今までね、そのまあ穏やかに静かにね過ごされてたというのもあってですね、だるさとかね、体力がちょっとなくなっているよといったねようなその経験をね、実はこれからねされるかもしれません。それのね多くの症状というのはね、まあ、大体ですけどもね、そのね、なったことある人はいてると思うんですけどもね、貧血に似てる症状と思います。まあ、貧血というのはですね、実はね病気の名前ではなくてですね、これはね体の中にある血液中の、赤血球というやつのね、数とかね、その中でも赤血球の中で、酸素をねこう運搬する役割を担ってくれるね、ヘモグロビンというね、タンパク質の量がね、これがね不足すると、少なくなっていく、いってるということによって、血液がですよ、この組織、体中の組織にですね、もう十分なねこの酸素ね、吸ってからのその酸素ね、酸素をこう届けられなくなってしまってるという状態を貧血というふうに指すんですよ。まあ、こう聞くとですね、酸欠というようなね感じがしますけどもね、酸素がねなくなる、少ないよっていう酸欠あるじゃないですか、あのような感じがしますけどもね、でも実際にはね、この貧血によってですよ、各細胞にはですね、この体中の各細胞にはですね、十分に酸素を
取り込むことがねできなくなるということなんです。なので、ね、まあイメージ通りな感じでいいんですけどもね、その各細胞が酸欠状態であると言ってもいいイメージだと思います。そんな状態になってしまうね、その我々の体の中に流れている血液中の中のですね、血液中の中は一応血液の中のですね血液細胞である赤血球と、そしてその中にあるこのヘモグロビンというのはですね、ものすごくね多くの数がね、あの僕たちの体の中にはね存在してるんですよ。あのね、皆さんのね体の中ではですね、1秒間にですよ、たった1秒間にですよ、約ね100万個から200万個、そして1日にね2000億個、ね2000億個の赤血球が常にこう作られています。1日に2000億個ですよ、まあ、これすごいですよね。誰が数えたんでしょうかね。というかまあ数がね、そんだけすごい、2000億個ですごいんですけどもね、その数がすごいということはですね、あの考え方をちょっと変えればですね、それだけの数の赤血球が必要だからということなんですよ。なのでね、赤血球が作られる仕組みがね、何らかの形でこう破綻してしまうとですね、数が足らなくなった場合にはですよ、簡単に僕たちの体はふっとこうね貧血になってしまいます。それはね、その人間の体の中のね全細胞へとね、あの酸素をね送り込もうと思ったらね、それだけの数のね、その2000億個の数がね必要になってくる気がしますよね。すごい数あるじゃないですか、人間の体の細胞ってね。だからね、やっぱり、ね、2000億個ぐらいねちゃんとね必要なんですよ。なのでそのね、赤血球が少なすぎるとね貧血になって、酸素が行き届かなくなって、それをね、戻そうと思った体がですね、逆に、やばいと思って作りすぎてしまって、うわーって作らなあかんわと思って作りすぎてしまって、赤血球がその度にね、多くなるじゃないですか。そうするとね、今度はね、血栓症のね、危険性がね、ちょっとね、高くなるんですよ。まあこのような状態というのはですね、まあ、何かしらのね病気になっている状態だと思いますけどもね。まあでもね、このようなことがやたらめったと起こらないようにですね、体の中ではですね、赤血球を適切な数、適切に1日2000億個をね作るようにね、調整できるその仕組みがね、まあ一応ね僕たちの体の中にはねあるようなんです。まあ、その赤血球のねその主な役割というのはね、先ほども言いましたけどね、酸素をね運ぶことなんですけどもね、それはねこうね、息を吸うじゃないですか。息を吸うこの酸素を吸うこの肺あるでしょ、肺から取り込まれます。でその肺から取り込んだ酸素を血管の中を通って全身のこの組織にね、こっから来たらこの指先のこのね細胞までしっかりね酸素をヘモグロビンごと、肺です。ヘモグロビンが酸素をキュッと抱きしめてですね、その上から赤血球をふわっとこう優しく抱きしめて体の隅々までね運んでいってるんですよ。赤血球のねこのあるじゃないですか、赤血球の内容のね大部分っていうのはね、もう中身ねヘモグロビンなんです。大部分がね、1個の赤血球の中にはですね、約ね 2.8×108 個の、だから 2.8×108 個の、ヘモグロビンがね、このね赤血球の一つの中にね含まれてるんですよ。でこれはですね、分かりやすく言うと伝わるかな、雪見大福あるじゃないですか。雪見大福の中のアイスクリームのところがヘモグロビンだとねイメージしてもらったらね、分かりやすいと思います。だからそのね表面のね餅の感じのところが赤血球なわけですよ。でその中の、アイスクリーム、アイスの部分がね、アイスの粒子一つ一つが、ヘモグロビンだと思ってください。そんなねその中のねアイスクリームのところね、ヘモグロビンにはですよ、ヘムというね名前のついたタンパク質がありましてですね、そのヘムには一応ね鉄がね含まれておるんです。でこの鉄にですね酸素がこうキュッて結びつくことによってですね、赤血球はそれをまだ覆いかぶさって守って、しっかりね酸素を運ぶことができるんです。まあでもこう聞くとですね、そのね鉄が酸素を含んだら酸化して、これ酸化鉄になるんじゃないかというようにね思いますけどもね、まあ、酸化するような化学反応をするわけじゃないようなので、それはねその心配しないでいいみたいです。このようにですね赤血球のね酸素を運ぶ能力というのはですね、血液中の中のヘモグロビンの濃度で決まります。雪見大福の中の雪見大福の中のねクリームの濃度で決まります。ではね、なぜね人間の体にはね酸素が必要なのか、
ということなんですけどもね、それをね、細かく言いますとですね、人間の体の中のね、すべての細胞にとってですね、ミトコンドリアにおけるね、エネルギーのね、生産のために、酸素がそれが必要な、だからなんですよ。人間の体のね、すべての細胞においてね、中にミトコンドリアってあるんですよ。で、そのミトコンドリアにおけるエネルギーのね、酸性、ね、エネルギーを作り出すために、酸素ね、酸素が必要だからなんです。ね、すごいですよね、人間の体ってね。でもね、その体のね、でもね、じゃないか、まあ、体の中にはですね、20兆個のね、赤血球があるんですよ。さっき2000億個って言ったんですけど、2000億個というのは、1日で、作り出される、赤血球のことで、常駐している、ね、赤血球っていうのはですね、20兆個なんですよ。20兆個の赤血球があって、それがね、肺から体の隅々まで、足の先まで、指先まで、頭のてっぺんところまでね、隅々までの血管が、しっかり通っていて、で、その中を通って酸素を運んでいます。ねえ、すごいですよ、ほんまに。ねえ。でね、その先ほどもね、これは何回も言いますけどね、赤血球が減りすぎるとですよ、十分な酸素が運ばれずにですよ。ね、で逆にね、赤血球が増えすぎると、これも先ほども言いましたけどね、血栓症の、ね、危険性が高まるんですよ。で、まあ、増えすぎたらですね、ちょっと血液がね、粘っこくなってね、まあ、こう指で感じてネバネバしてるなと分かるようなもんじゃないとは思うんですけども、その血液が何、ネバネバするんですって。で、このネバネバする関係で血栓症が起こる危険性が高まるんです。で、そもそも赤血球というのはですね、昨日おとといとね、血液の話をしてますけどね、その中にも出てきた造血幹細胞ってありますよね。造血幹細胞ですよ。血液のね、元となる種のことです。種があるんですよ。僕らのね、骨の中に骨髄っていうのがあって、骨の中にね、空洞になっているところにね、骨髄というところがあって、そこに造血幹細胞がポツンとね、いや、ポツンじゃないな、そのままあるんですよ。で、そこでが、こう、造血幹細胞が分化というね、その細胞分裂をする過程でですね、赤芽球というね、状態に、赤芽球という状態になってですね、骨髄内で、骨の中の骨髄の中で、これがまた増殖分化を繰り返していって、赤血球が形成されていきます。で、そして、そのね、赤血球の寿命というのは、120日なんです。約120日なんです。これもね、前回の動画でお話ししましたよね。だから120日あるからですよ。赤血球というのはですね、血液細胞の中ではね、一番長生きしてくれます。なのでね、これがですね、輸血にね、向いてるんですよ。ほんでね、今日のですよ、赤血球のお話を聞くとですね、なぜ輸血というものが必要なのか、そしてそれがすごくありがたいものだったのかっていうのがね、ご理解いただけますよね。ね、例えば病気でね、血液が足らなくなったりとかね、で、事故で怪我をしてね、血液が足らなくなったらですよ、全身のね、全細胞へとね、酸素がね、こう送り込めなくなって、取り込めなくなるので、もう全ての細胞がね、死んでしまうんです。で、すなわちね、全ての臓器が死にます。で、そうすると、例えばですね、手術中であったらですね、たとえその手術のね、過程が成功したとしてもですね、全細胞が死んでたらですね、その手術は意味がありませんし、まあ、ほんでね、僕のようなね、白血病でのね、治療でね、これ抗がん剤をしましたけどもね、抗がん剤というのはですね、全身の全細胞を殺します。すなわちね、赤血球をね、殺しますので、これで酸素がね、全身に行き届かなくなるので、抗がん剤の後には必ず赤血球の輸血を行います。まあ、でもね、抗がん剤をしました、その瞬間に、まあ、輸血をね、赤血球の輸血をするまでに、ね、まあ、時間があるんですよ。で、その時間の間で20兆個ある、赤血球が全部死ぬんかといったら、まあ、そうじゃないんですよね。まあ、20兆個あるんで、まあ、ちょっとずつね、やっぱり細胞は抗がん剤でやられていくんですけど、それが来るまでにちゃんとね、看護師さんとか先生がね、赤血球を持ってきてくれて輸血をしてくれるんです。それで、まあ、命はまあ助かるんですけどもね。でも、このようにですね、赤血球というのはですね、すごく大切なものなんですよ。まあ、だからね、体がだるいなとか、まあ、フラフラするわと思ったらですね、まあ、全身にちょっと酸素がね、行き届いてないのかもしれませんのでね、これ病気じゃなくてもね、まあ、これからね、9月30日が明けてね、10月1日からね、普通の生活、普段の生活に戻ったらですね、ちょっとね、少し立ち止まってね、ふっとこう、落ち着いてから、
行動するようにしてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。